看護師として結構参加させていただいて、あの介護福祉士の国家試験は含めて日本語なので、漢字とか専門のことなどいろいろ勉強するんで、プラスまた実装も含めて、確かに日本語ってものすごく難しいのでね、宮城県に来たきっかけ、苦労したこと、そういったようなことを自己紹介も兼ねてお話しいただければと思います。日本にも25カ国ぐらいに行ったことあるので思わせています、はい、いやいや素晴らしいですね、ありがとうございます、はい。